はい、こんばんは、石田ゆらです。こんばんは、吉水奈です。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube と Podcast で配信しています。チャンネル登録、番組のフォローをよろしくお願いします。さあ、ということで今日は第200回です、はい、いやでもよくやってるよね。そうですよ。そんな第200回ですなんていうノリでできなかったですからね、紹介で、ね、そう。だってもう4年4年ですよ、これ。そう、4年間続いてということなんで、今回はですね、はい、まあ、200回記念なの で特にあの100回の時にね、100回記念をやったん で、 そうです、ね、100回から200回までの回の振り返りをしながら、はい、振り解くしようと思います。なので100回が2021年12月2日2021年か、まあ、はい、だから大体まあ2年で100回ですね、うん、でも僕らついこの間100回やった気しません？本当にする、うん、で100回の時もあっという間だったねって言ってたのに、うん、言ってました、ね、それからの2年もあっという間だね。でもどうです、まあ、内容についてこれから触れますけど、うん、僕らが始めたのがまさに2020年1月、うん、まあ、世界が大きく動く直前というか、コロナ、そうね、この前だもんね、まだ確かに前で、そっからね2年近くやって、この100回が2021年12月2日だから、まだコロナも終わらないし、ウクライナは2022年の、ね、そうだね、うん、でもやっぱさ、あの100回を過ぎた後はもう企画の立て方が早くなったね。そうですね、もうなんか一言言えばお互いはそれいけそうじゃんみたいな分かるじゃん、あ、そうですね、逆にそれまでは模索してたんですかね、その感覚もあんまないけど、うん、そう、でもなんか楽しかったな、うんうんうん、僕なんか基本的に毎回面白かったこの収録、うんうん、最初の頃は本当に肉体的にきつかったんだけど慣れてからは別にね。そうですね、最初はだって、ね、夜収録で生配信もして、ね、途中のマクドナルドで何食べるかだけが楽しみです。あ、マック食べてた、マック食べてましたね、また行きたいですね、あ、ビッグマック、うん、ノアさんはどうですか、途中名前も変わってますしね本当ですよね、なんかこの4年間、いや、なんかイラさんと早川さんと一緒にこんなに長くやらせてもらうって最初思ってなかったので、うん、いや本当に勉強になりますし、いや、そんな優等生発言はいやいや、そんな本当にそう思ってますよあとなんかこうたまにこう真面目な中にもこうちょっと崩れた、あの、なんて言うんでしょう、破天荒なネタとかがあったりすると私は結構盛り上がっちゃう。わかる、あの女性用風俗みたいなやつそうそうそう、あれ面白かったよね、面白かったですよね、うん、暴走しちゃう時もあるんですけど、うん、なんかすごい幅広いネタを扱ってる番組他にないんじゃないかなと思います、ね、うん、そうなのよ、うん、まあ、こう言っちゃなんだけどセンスが良くてレベルが高いの、ね、なので、まあ、見る人を選ぶんだよね、うん、見てる人はやっぱりセンスがいいという、うん、っていうかこの並びを見たらなかなかだよな、やっぱり。いや本当に改めて見たけど、うん、幅広いですよね、本当に。そうですね、でも基本的にはさ、僕はなんかこれ今面白いなと思うことを持ってきてるだけなんで、うん、だから映画で言うとさ、うん、アート映画みたいなのが好きじゃないんだなってのが分かるよね。そうなんですよね、確かに意外とね、意外と俗物的な、うん、そうでも呪術廻戦と鈴鹿の戸締まりと新ウルトラマンと君たちはどう生きるかだから確かにもうアニメと SF っていうさ、うん、オタクじゃねえかみたいな感じで、うんうんうん、SF ね、この2年間でさ、実写の日本映画とかさ、まあパラサイトでもいいけど、海外の映画でこれは見なきゃっていうのなかったもんね。そうだから、そう、自分たちがじゃあ2年間で何見たかっていうと、まあ、イラさん的には、ね、国評っていうか値しないっていうことだと思いますけど、うん、僕はだから本当に映画館見に行って行きたいっつって行ったの、あのマーヴェリックぐらいですかね。トップガンね、だからトップガンをここでやろうかどうかって言った時に、洋平くんがやりたいって言ったんだけど、いやもう面白くねえだろうって言ってやめたんだよね。そう、まあ、お互い的には良かったんじゃないですか。トップガン2を見たんだけど、うん、面白くなかったな本当ですか。いや、要するに懐かしいだけ。あ、そうそうそう、作品として見たらね、うん、そうでもないみたいな、結局トム・クルーズがいいみたいな ね、 ね、そうそう、でもあれはさ、あれなんだよ、まあ、来週やるイスラエル・パレスチナ問題の話じゃないけど、イスラエルがそのイラクの原子力、うん、あ、原子炉を攻撃した話が元になってるんだね。あ、そうなの、ね、イラク、イランじゃなくてイラク。イラク、イラク。あ、うん、そうなの、ね。サダム・セインのイラクだからね。意外とそういうものが裏っ側にある。だから、そう、あの、密かに核兵器を開発してるんじゃないかって言って、いきなり、もう夜明けかなんかビューッて行って、建設現場を爆撃して帰ってくるっていう、うん、それをトム・クルーズがやっていたのが、あの映画。そうそう、そこがリアルでした、ね、うん、いや、面白いよね。じゃあちょっとだけこの100回のあたりから時系列順にちょっとずつなんか気になるものとかあればみんなで触れてきます、うんうんうん、そうね、なんだろう、もう私はもう真っ先に102回の経済天気予報、うん、覚えてんの話、いや全然覚えてないんですけどちょっと覚えてない、いや、やっぱりていうか僕も覚えてないから、僕も覚えてない、困る、そういうのって意外と
というその内容というよりも、うん、あのこのおとらじでお金の話を扱うことが結構多いじゃないですか。あるね、たまにね。そのお金シリーズが私やっぱ結構好きで、うん、まあ勉強になれてきたもんな。めちゃくちゃ勉強になる。あのそのおかげでまあ投資を始めたりとか、うん、あのなんか経済のこととかもなんか分かったような雰囲気を醸し出せるようになったから、すごいありがたくって、これはあのシリーズとしてもっと続けてほしいなっていう、うん、いやでも高校の時期だからさ、ウクライナとコロナのラジルじゃない。ウクライナあもう始まって始まって、え始まってますよこれ。ないんじゃない。始まってなくてもなんかね、危なかったんだよ。ああ来そうな予感があったのかな。気な臭い感じ、ね、ここの頃でだからこれ以降あのインフレが急激に始まるし、うん、世界中でなんか生活大変だみたいな感じになるんだよね。本当ですよね。いや恐ろしかったね。恐ろしかったですよね。その激動の、うんね、間をこう、おとらじで、ね、ずっと特集してるから、それもまた面白いです。なんか意外と、パレスチナの問題じゃないけど、うん、中国の話とか、うんうんうん、世界情勢に関しては、大きな変化があるときは必ずやってるよね。そうですね。ウクライナ戦争のときもやったし、うんうん、それはなんか僕も毎回なんかさ勉強できるからちょっとありがたいなって思う、うん、そういうスピード感がね、うん、おとらじならではって。でもなんかあれですね、おとらじ自体は本当にね、うん、あの自画自賛です、うん、あのすごくイラさんも言ったように楽しいし、うん、あの素晴らしいと思うんですけど、やっぱりこのテーマ見るとね、さっきも始まりも言いましたけど、うん、この本とか映画ちょっと置いといてですけど、うん、あのリアルなテーマとか、まあ、新書のテーマもですけど、やっぱり特にこの100回以降は、うんまあ、はっきり言ってちょっとダークというか暗いというか、そうだね、なんかそういう感じしますよね。なんかさ、コロナ以降の鬱陶しい空気感ってない？そう、なんかフィクションもノンフィクションもね、それが漂ってます、ねうん、でなんか特に新書なんかをこうして見てみると、タイトル読むともう分かるもん。老人支配国家日本、そうです、女性用風俗、ブルシットジョブ、うわファスト教養、うんうん、人間使い捨て国家日本もうダークなの分かるじゃん。だしいいのは陽平くんのさ、世界幸せ機構だけだから。 でそれこそまあ取り上げてないけどね、エマニュエル・トットさんの本 もそんなタイトルばっかですからね、うん、第三次世界大戦もう始まってるみたいなね。いやだから時代としてはやっぱりこの2年間はものすごい暗かったんだな。それも日本だけじゃなくて世界中暗かったんだなって気はするね、うん、でもこうやって振り返ると面白いですね。やっぱりそれを意味軸もなんか、うん、やっぱり特に伊賀さん感じてらっしゃったのは、うん、このもう最初の100回こと108回でね、うん、ジョージ・オーエル1984年取り上げてるし、伊賀さんがしかもまさか意外と読んでなかったっていうね、うん、そう僕動物農場と動物農場面白いですね。もうパリ・ロンドン放浪記とか読んでて、うん、これだけ読んでなかったんだよ。ど真ん中ですよね。そう僕ねなんか有名なのをね避けたいタイプ。あなるほどね、なるほどねでもこれ時代ぴったりでしたよね。時代にぴったりだよね。いや面白かったな、タイミングでしたね、うん、まあでもその後にね呪術廻戦で100億超えアニメ映画の法則って100億超えそんなしないっすね、うん、やっぱね。だからさ、まあ今度ほら11月3日にゴジラマイナスワンがあるじゃない、うん、ですね。で僕たちも当然もうねしんどいんですよ。そうカレンダー的にね。そうカレンダー的にね週末までの3日間しかなくて、それが金土日で休みなの、はい、だからものすごい映画がヒットしたら見れない可能性があるんだよね。席取れないかも。しかも僕たち3人ともさ混んでる映画館嫌いじゃん、はい、嫌いです。なので今から鬱陶しいんだけど、うん、だから逆にあれだよね、事実回線で100億超えって簡単に書いてあるけど、実写のゴジラマイナス1が100億超えるかって言われたら、ね、山崎隆監督が庵野監督を超えるかっていう大変な話になるんで、確かに楽しみではあるけどね。どうなりますかね。その辺もまた今後テーマでもやるで。いやでもさ、ここでもう無料部分ではっきり言うけど、事実回線ゼロってさ大した映画じゃないじゃん。あれで100億超えて楽ちんだな。そうか確かに楽ちんだよ。いやまあまあそのね、その時はまあ面白かったけども、やっぱ100億超えるかって言われると、うん、いや鬼滅の刃に関してはものすごく力が入っていたっていうのは分かるのよ。絵もすごかったし、うん、でもこっちに関してははいはい、じゃあちょっと何ビッグマックいっちゃおうみたいな感じじゃない？それでもあれじゃないですか、うん、なんか個人的にはですけど、やっぱり、うん、その当時僕なんかまさにアニメも見ないじゃないですか、うん、でも鬼滅の刃は見たし、うん、その熱がまだあるうちに呪術廻戦もあって、うん、みんな見に行くみたいなあのノリがあったのもあって、ちょっとそれもレバレッジ効いてるのあるじゃないですか。あるし、今アニメ映画下駄ってない？そうだから下駄ですね。アニメ長編映画だったら、うん、もう自動的に50億プラスになるとかさ、とりあえず行くかみたいな。ね、昔だって全然当たってなかったじゃん、うん、ワンピースとかの劇場版とか、はい、まあ、ナルトもそうだし、映画にアニメを見に行くって何って感じだ。そうコナン君だって初期は全然当たってないよね。だって今度うちの娘が結構小説好きなんですけど、うん、いわゆるなんかちょっと中学生が好きなような恋愛の小説のシリーズが今あるんですけど、うんうん、お二人知ってますかね、あの花が咲く丘で君とまた出会えたって、あの福原遥と水上浩二、知らないじゃないですか。でも、うん、でふーんってもう井田さんも興味なさそうなんですけど、うん、これ本がまず超ベストセラーになってて、それで映画化になって、もう中学
生みんなそれ見に行くって言ってて、うん、でそれ戦争中の映画なの。そうで、いや、なんかタイムトラベルするのかな、ごめんなさい、僕も娘がもう行きたいって言ってて、あ、そうそう、親や学校すべてにイヤイヤして不満ばかりの女子高生、現代から戦時中の日本にタイムスリップし、暑さに倒れそうなところを特攻隊に助けられて、だからまあイラさんがしたらボロクソにちょっと言いそうな設定なんですけど、転生ものいいんじゃない、そう、で面白い、ね、で原作が超ヒットしてもうそれを映画でやって、うん、でなんか逆になんかなぜかうちの母も前あの父を去年亡くしネットフリックスハマってってましたけど、なんかそれ見に行きたいみたいに言って、面白い、だからね、わかんないです、特攻隊ってさ日本人の心に響くんだね。ちょっとリーサルウェポン的なとこある。でもはっきり言ってさ、自爆テロもイスラムの人たちには響いてんだな、同じように。そう、あんな若いいい子が自分の命をかけて、うん、ね、自爆テロで憎いアメリカ人を吹き飛ばしたんだね、まあ、みたいな。確かにね、本質はね、だから分かんない、外から見たらちょっとね、うん、分かんないことですよね。そう、なんか自己犠牲の美しさみたいなのがやっぱ響いてくるじゃん。なるほどね。まあ実際にはなかなかね、そうなんです、志願制とはいえほぼ半分強制だったんだけど、なかなかしんどいな、うん、いやでもロマンチックでいい話じゃない。だから分かんないですよ、何が100億いくか分かんないで ね確かに。でもそれはヒットしそうだ ね。そう、もう間違いないみたいですよ、うん、間違いないっていうか、そうそう、もう ANZ 以降さ、特攻隊はドル箱になったな、うん、で原作でも売れてるから、特攻隊をドル箱にすることがいいことなのかどうかって気もする。いや本当本当、いやもうそれは思いますよ、それはね、うんなかなか。さあということで、まあちょっとね、はい、100億のテーマの話もしつつね、うん、あの本編ではね、はい、まあ、かっこいい振り返ってこうやっていろんな感じでフリートークしていきたいと思いますが、うん、ここでお便りとご質問をいただいています。はい、シャープ196、池袋ウエストゲートパーク19、神の呪われた子&石田イラが選ぶ著者裏ベスト、うん、にコメントをいただいておりまして、長年 IWGP のファンなので書き方や考えていらっしゃることが聞けて大変面白く拝聴しました。誠がリアルに年を重ねているのが見どころの一つかと思いますが、誠が何歳くらいまで書かれる予定なのか気になります。個人的にはずっと続いてほしいですが、ということです。いや考えてないけどね、だから 2,3 冊で1歳みたいな感じだから、ね、うんうんうん、始まりが20歳ぐらいなんだよね、うんうんうん、だからどうだろうな、35ぐらいまでやればいいのかな。35って言ったらなかなか貫禄出てますよね。だ35って言ったらもう30冊とかだから、そうですよね、うん、どうなるか分かんないね、その頃何してるか。35冊でさせてくださいよ、さすがに。最後、最後、そっか、最後、うん、ベタにね、最後に、あんなにいい男なのに、うん、彼女もいなくて、もう普通に結婚するだけで、ちょっとイラさんならひねりがないとね、うん、なんかね、どんな女の子とくっつくのがめちゃくちゃ気になる。全然考えてないから、うん、はい、楽しみにしてましょう。じゃあ質問です、はい、20代の女の子からいただいてます、うん、皆さんは幸せそうな人を見てなぜか自分の中に悲しみを感じたという経験ありますか？またどこか遠い場所、また遠い国に行くか、この世界から消えたいと感じたことありますか？私は最近このように感じます。不定期に定期的に湧き起こってきて、心療内科に行っても臨床心理士とカウンセリングに行ってもカモミールティーを飲んでもコーヒーを飲んでもそれは変わりません、うん、どんな死に方であれ死は痛みを伴うので死ぬのは怖いなと感じますが、消えるのは痛みがないので消えたいと感じてしまうのです、ということです。なるほど、でもそれはみんな結構あるんじゃないかな、うん、うんうんうん、うん、それを良くないみたいな感じで無理やり抑え込んだりしなくていいと思う。そうですね、あの誰でもちょっとああ嫌になっちゃったなみたいなことってあるじゃない、うん、人を見ていて悲しくなるとか、その人の不幸を見ていて楽しくなるみたいな働きって人間の心には誰でもあるんだよね、うんうんうん、ドイツ語ではシャーデンフロイデって言って、誰かが不幸になるのを見る楽しみっていう単語が1個あるの、うん、単語1個でそういう意味なのよ、シャーデンフロイデ。だからその誰でもある働きだから、うん、その自分の心の底だけが異常であるとか、自分のことを直さないといけないとか、こういう生き方はダメだみたいな感じで追い詰めないのがいいと思います、うん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 、要はみんな時々死にたくなるよねへーぐらいのことを感じてればいいんじゃない、うん、でそういう時にちょっと甘いケーキ食べたりさ、うん、まあ、好きなアイドルのステージとか見たりするのが一番いいと思うけどね、うんうん、あとそれ一緒になくならないよ、うん、そうですね、どうですか、なんかまあこの方20代だから自分持ってるわけじゃないです、うん、僕はね今まで言ってるように23で新聞記者になって鬱になって、うん、その時に初めて、うん、あの消えたい、まあ、この方と同じことを感じて、うん、公園で涙がポロポロ出て、僕じゃ想像つかないでしょ、うん、なんですけどやっぱりそう、あの心療内科とか言ったけど結局治んなかったけど、うん、それこそ井田さんの本とか読ませてもらったり、時にちょっとまあ自己啓発書に脱線しましたけど、うん、でもなんかやっぱりゆっくりゆったり時間かけて出す、うん、で言い方が
ポジティブに取ってもらいたいんですけど、そうすぐ直そうとするとね、そうだね、逆に焦っちゃうけど、うん、それと今二十歳じゃん、二十歳ってさ心が尖っててすごく鋭いの、うん、なのでその鋭さを人にも自分にも向けちゃうんだよね、うん、そうですね。でもぼんやりこのまま何にもしなくていいから30まで生き延びてみ、うん、心が鈍くなるから、そうでしかも自分の心も確かにあの面の皮じゃないけど心の皮が厚くなるので、うん、少々何かあってもへこたれなくなっちゃうから、うん、とりあえず10年ぐらいぼんやり生きればいい、気にしなくていいから、うん、その間ずっと死にたいと思っててもいいから、うん、10年ぼんやり生きれば、うん、あそっかみたいな感じになるんで、うん、まあ生きてても死んでてもどっちでもいいんだけどさ、うん、実際にはね、うん、ただぼんやりのその、あの熱くなった顔は結構人生その役立ちますよね、役に立つ、うんうん、寒い時には着られるコートになるし、うん、いいと思うよ、うん、なので本当に自分は特別だとかあまりにも変わっているこれじゃいけないみたいなことは考えなくていいと思う、うん、そのままのんびり生きて、で本当にいい逃げ場を探して、うん、で大人って逃げ場をいろいろたくさん持ってるもんなのよ、確かに、うん、音楽だったり、まあ、ある人にとっては女性用風俗でもいいし、うん、ねえ、そのイケメンのホストクラブでもいいし何でもいいから逃げ場を作ってほしいかな、うん、はい、ありがとうございます、はい、さあということでこの後本編でねいろいろ振り返っていきたいと思いますが、うん、続きのご視聴方法は4通りございます、YouTube メンバーシップ、Apple サブスクリプション、ニコニコ動画、そしてオーディオブックドット JP いずれかの方でご視聴いただけたらと思います、はい、詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編で、はい。